はい、ガマオです。よろしくお願いします。今回はですね、もうなりわいだとおなじみではあるんですが、意外とまだ登場していなかった、バトナーの、あの生地を使ったあれを紹介していきたいなと思います。一応2013年から始まったニットウェアブランドになります。まあ、もうご存知の方は多いのかなとは思うんですが、もともとは山形県の、寒河江市という場所で、戦後70年ぐらい、アパレルブランドだったりとか海外のメゾンブランドなんかに、その生地を作って提供していた奥山メディアスという会社が、ファクトリーがですねあるんですが、奥山メディアスの方で自社ブランドとして始まったブランドがバトナーになります。山形県は日本国内でも、有数のニットウェアの名産地になっているんですが、その中でも奥山メディアスの、魅力といいますか、すごいところが、一つが世界でも数台しかない織り機が、あってそれが稼働しているっていうところと、で2つ目が、そのニットウェアを作るにあたって、必要となる工程、紡績があって染色があって、で今度、縫製があって、で今度そこから二次的な加工につながっていくわけなんですが、この全工程が車で10分圏内の環境に、存在している、そして、機能しているっていうところが、これめちゃくちゃすごいことなんですよね。で、すごいところというか、そのメリットを考えた時に、言ってしまえばタイムリーにその各工程の職人さんと直接顔を合わせて実際に進行状況を見ながら細かい部分を調整して、作っていける。でこれはイコール各工程の精度がめちゃくちゃ上がって最後ものとして仕上げられるっていうことなんですよね。なので、僕が感じるに、バトナーのこの良さっていうのは、いろいろとあるかなとは思うんですけど、その表面的なデザインっていうところよりかは、もう最初の段階で商品が出来上がって、それを着る、でまた着続けていくっていうところを考えて、紡績の時点からデザインがもう始まっている。ましてや環境的にその精度がそれぞれ非常に高い。僕はもうそういうものづくりの背景というか、そういう部分に結構大きな価値があるんじゃないかなと思っています。で今回はですね、そんな魅力の詰まったバトナーが作る、ウォッシャブルウールと言われる、この夏もう本当に最適な生地で作られたカットソーを、二方ご紹介していきたいなと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。今回大きなポイントにもなる素材についてしっかり説明をしていきたいと思います。今回のカットソーはウォッシャブル加工が施されていますので、自宅での洗濯が可能です。そして繊維が非常に細いオーストラリア産のメリノウールが 100% 使用されていますので、非常に肌触りがいいです。メリノウールはカシミヤに匹敵するほど、柔らかく滑らかな生地になります。そして繊維の吸水率が高いことから、汗だけではなく衣類内にある湿気も一緒に吸い取って外に出してくれる役割があります。なので肌と生地がベタつかず快適さが持続されます。本当に最高です。
そのため吸水性、吸湿性、速乾性が優れた素材になるので、コットン以上に夏に適した素材と言えるかもしれません。そしてメリノウールの毛は縮れが強く膨らみがあるため、紡績すると弾力が生まれます。着用時の快適さが高くなるだけではなく、衣類が形を失う可能性が少なくなるので形崩れが起きにくいというメリットもあります。繊維の表面に水分が残りにくいことから、匂いの原因となる菌などの繁殖も起きづらいので、防臭効果も期待ができます。控えめに言って夏最高です。色はグレーと黒の2色ございます。生地の特性上張りがなく縦に落ちることから、アームホールと身幅はゆったりしたシルエット感になってます。178cm、67kg の体型でサイズ3を着用しております。着丈は長すぎず短すぎずなバランスに仕立てられていますので、1枚でも十分に着れますし、インナーとしてもお使いいただけます。ロングスリーブのタイプは在庫の関係上サイズ2を着用しております。ブラックも同じく 178cm、67kg の体型でサイズ3を着用しております。ブラックのロングスリーブも同じくサイズ3を着用しております。最後にスタイリングをお見せいたします。着用しているカットソーのサイズは全てサイズ3になります。